皆さん、こんにちは。ワナルルビジです。では、今回は、ルパン三世、パンドラの遺産、ファミコンのアクションゲームになりますが、こちら続けていきたいと思います。ステージ1、2、3と苦戦しながら、プレイを続けてきました。今回は最終ステージ、ピラミッドの面になります。では、始めていきましょう。何回かね、練習したんですけども、ここの最初のね、フィアット500に乗って進んでいく、一番最初のここからもうかなり苦戦してますね。もう何度死んだことか、この面だけをね、リハーサルでクリアするのに、どうだろうな、小1時間ぐらいはね、確かかかったと思います。で、この面は、五右衛門の斬鉄剣を振りかざしながら進むのが一番いいと思いますね。岩石みたいなのが今出てきたと思うんですけど、この岩石みたいのはですね、五右衛門の斬鉄剣じゃないと切れないですね。まあ、その感じの五右衛門がもう、早くも散ってしまったので、今度は次元を使っていきましょう。本当にね、難所が多いんですよね。まあ、何度かプレイして、危ないところを、まあ、慣れていくっていうしかないかなと思うんですけど、ここね 次元も死んじゃいましたけど、ルパンにかけましょう。うわ！こんな感じなんですよね。ちょっともう一回チャレンジさせてもらいます。できればここは本当に死なずに五右衛門で、次のマップに移動してですね、で銭形のとっつぁんが、一定時間過ぎると登場してきて、とっつぁんに捕まっちゃうともう永久的に使えなくなってしまうんで、そのキャラをね、五右衛門にしたいんですよね。ちょっとピラミッドの中に入った後、飛び道具がない、五右衛門は出番がないので、とっつぁんに捕まってもらう要因にちょっと、をして、次元とルパンをうまく組み合わせてですね、戦っていきたいなと思います。で、ルパンがいないともう、ステージクリア不可能なところが多くてですね、次元と五右衛門は、前にもお話したと思うんですけど、アイテムが使えないので、アイテムを使わないと絶対に進めないっていうところがいくつかあってですね、そういう意味ではルパンは死なずにやっぱり温存しておく必要があって、そのルパンを温存するためにも、やっぱりここは五右衛門でね、死なずにクリアしたいよって言っているところなんですが、ちょっと厳しい。もう一回やり直します。一応ね、リハーサルの時はクリアできたんですけど、リハーサルの時はもう全神経を、それこそマップに集中してやっていたというのもあって、もうちょっとね、まともなプレイだったんですけど、ちょっと今回ね、それにしたってひどいだろうっていう感じになってますけど、なんとかここをクリアして次に進みたいですよね。進んできたぞ。ちょっとは進んだかな。ここだよね。ここがね、ちょっとお見せしてる中ではつまずいちゃってるという話をしてたところなんですが、ちょっとステージ進めていきます。はい、ちょっとね、皆さんには大変申し訳ないんですけども、どうにもこうにも、実況しながら、おしゃべりしながら、進めてるとですね、全く進まなかったので、もうちょっと最終ステージまで来ました。ちょっとここで、ボスをね、倒すところをちょっと皆さんにご覧いただければなと思います。ボスはですね、ライフル全く使ってなかったんですけども、ライフル使うといいみたいなんで、ライフルを使ってですね、倒していきましょう。で、まだ幸いなことに防弾チョッキもいくつかあるので、
防弾チョッキをね、うまく活用しながら倒していきましょう。なんか徐々に近づいてきてるのが気になるぞ。大丈夫か。まず一人倒したかな。でもう一人、もう一人も倒していきたいが、ちょっと場所が悪いかな。そしたらゼロになっちゃって、ここから爆弾を使っていきましょう。最後は爆弾で仕留めました。こんな感じですね。ではエンディングご覧いただきたいと思います。本当にね、ちょっと実況者としてあるまじき、全く中身を実況せずにやってしまった点は本当に申し訳ないんですけども、やっぱりね、ちょっとアクションゲームは難しいですね。アクションゲーム実況でやられてる方にはもう本当に、尊敬を超えて、もう畏敬の念しかないっていう、そんな感じがしますけど。はい、というわけでルパン三世パンドラの遺産最終ステージは本当に、まあもうね、場合によっては手抜きだとお叱りがあるかもしれないんですけども、一応自分で最後までプレイをしましたので、ご容赦をね、いただきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また別のゲームでお会いしたいと思います。